どうもー、どうも、お世話ですお願いします,しますあありがとうございますね今。 色鉛筆の黒をいただきましたけどもね。ありがとうございます。いやー、こんなん頑張ってもいいですからね。一番いいですからね。ありがたいですね。いきなりですけどね。はいはいはい。うちのおかんがね、好きな調味料があるらしいんやけど。ああ、そうなんや。その名前をちょっと忘れてもったらしくてね。調味料の名前忘れてもうて、どうなってんねんそれ。まあいろいろ聞くんやけどな。うん。全然わからへんねんな。ほな、俺がね。 おかんが好きな調味料の名前ちょっと一緒に考えてあげるからどんな特徴を言うてたかってのを教えてみてよ大体いいどこの家庭にもあって茶色いペースト状の調味料やて言うてんなあ<ー>ーん味噌やないか その特徴はもう完全に味噌やがな。味噌な。すぐ分かってやん、こんなんもう。て分からへんのよな。何が分からへんのよ。俺も味噌や思てんけど。いや、そうやろおかんが言うには。うん<あ>。原料からその調味料ができるまで、製造期間は3日やって言うねんな。あー<あ>、ほな味噌と違うか。うん<あ>。<laughs> 3日で大豆が味噌になるわけないもんね。うん <laughs>。 普通数ヶ月から一年近くかかんねん、あれ。精神と時の冷えかどっかで作らんとそんなん無理やもんね。そうね、そうね。ほな、味噌ちゃうかな、これ。あれ、ほな、もうちょっと詳しく教えてくれる子供の頃。うん。ぬか床との区別がつかんかったらしい。味噌やないか。あれ、子供の頃は味噌に野菜つけてる思うてたんやから。そうね。 けど食べても味噌の味全然せえへんのやからそうやねんそうやねん味噌やそんなもん俺もわからへんねんてなんでわからへんのこれで俺も味噌やと思てんけどなそうやろおかんが言うには、うん、発祥はイタリアやていうねんほな,な味噌ちゃうじゃないか <laughs> 多分、アジアやろ、あれ。うん、中国か日本かちゃんとは分からんけど、イタリアだけではないのよ。そうね。な、味噌煮込みうどんは見たことあるけど、味噌煮込みパスタなんか見たことないんやから。そうね、そうね。ほんな味噌ちゃうかな。ほな、もうちょっとなんか言うてなかった、うん、豆腐とわかめとネギは、週2回は顔を合わせる親友らしい。味噌やないかい。 こいつら味噌汁という名のシェアハウスで共同生活を送ってるんやから、うん、実はワカミは密かに味噌と付き合っとった時期があんねやからんでこれ誰にも言うたらあかんよワカミは味噌と付き合う前実は豆腐とも付き合ってたんやからワカミに好きなタイプ聞いたら大豆っぽい人って言うたんやからそうやね、うん味噌やそんなもん分からへんねんなんで分からへんのこれで俺も味噌や思うてんけどなそうやろおかんが言うには、うん、汁物とは合わへんらしいん、ね、ほな味噌ちゃうやないか じゃあさっきの3人とは一体どこで顔を合わせたんや<ー>シェアハウス味噌汁以外で出会うことないやろそんなもん,ん,ん味噌ちゃおうかな、うん、あれほねもうちょっとなんか言うてなかったか料理のさしすせとで集まったらめちゃいじられてるらしい、ね、味噌やないかいおなじみさしすせみーのみーやねんから な、地元一緒で遠い親戚の醤油でさえも味噌裏切って4人でいじってくるねん、あれ。そうね、そうね。けど、味噌以外の4人で集まった時は、セウユの醤油がいじられてるんやから。そうね、うん。味噌よ、絶対。わからへんねん、でも。なんでわからへんの、これで。俺も味噌と思ってんけどな。そう、やって。おかんが言うには。うん、その調味料を作ってる会社が、うん、プロ野球の球団持ってるらしい、ね。こんな味噌ちゃうやないか。な、味噌では球団は持てへんのよ。そうね。楽天とかソフトバンクとかヤクルトとか、 超大企業に味噌では立ち打ちできへんのよ。もし球団作ってもね、草野球で活躍してるおっさんのかき集めみたいなチームになんねやから。ねんんほんな味噌ちゃうやないか。ほんなもうちょっとなんか言うてなかったイントネーションが。味噌か味噌で分かれる味噌やないか。 もう味噌って言うてるやんか。ちなみに俺は前者の味噌やねんから。うん、味噌に決まりでも分からへんねん。分からへんことない。お前の缶の好きな調味料は味噌。でもう缶が言うには。うん。お缶大豆アレルギーらしい。んな味噌ちゃうやないか。大豆アレルギーのやつが味噌好きになることないやないか。そそもそも味噌食べることがないんやから。 味噌ちゃうかなさっき言えよ、うん、俺が味噌汁内での恋愛模様を説明してる時どうも出てお前申し訳ないだからほんまに分からへんがなこれどうなってんねんもうおとんが言うにはねケチャップちゃうかいや絶対ちゃうやろもうえはありがとうございました <laughs> 動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますツイッターはじめ各種 SNS のリンクおすすめ動画のリンクを概要欄に掲載しておりますそちらもぜひご覧ください コンビ、テーマ等ネタのリクエストもお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。